安倍県吉安倍県吉から1913年11月2日は、明治時代の政治家、貴族院多額納税者議員、旧姓は米田。道の区国,国津軽郡五輪帯村の米田家に生まれる。後安倍家11代目となる。メッシズミ組大官所、手代、漆役、長愛などの村役人を務めた後、1870年半詰め、増官両組の王将屋となる。 同年の広崎藩における、起電法の実施により込んだし打撃を受けるものの再び、約120ヘクタールを所有し、大地主となった。葉野木沢村学務委員を経て、1872年、津軽郡36区副古長、北津軽郡第11区御古長、原始村外6河村古長を歴任。1889年初代七は村長に就任した。同年以降、 7は村会議員、北津軽軍会議員を経て、青森県会議員に当選。この間、1891年の地下、修正問題では、増税反対運動の戦闘を切ったほか、花木沢小学校の校舎建設など、教育振興にも力を入れた。1897年青森県、多額納税者として、貴族院議員に汚選され、 同年9月29日から1899年8月18日まで在任した。ありがとうございます。